団体賞より、団体賞会お願いします。団体紹介考えてなかったんですけど一言紹介します。クライミングアンサンブル、何年くらいになりますかね。20年くらい細々と活動をしてきております。ご覧の通り中学生には年齢は負けますけど、美しい音楽を奏でることと音楽を楽しむ気持ちは負けないようにと、月に1回、今回は毎週練習して今日に備えてまいりました。一生懸命演奏しますのでお聴きください。Eテレの番組があるんですけれど、それのオープニングテーマでした。では続いて演奏しますけれども、このリコーダーという楽器が一番華やかに活躍していた時代は今ではありません。それは1500年代、1600年代、もうずっと昔のヨーロッパで全盛期を迎えた楽器で、今この使っている楽器は、まあ、教育用にはずっと広がってますけれども、たかだか100年かくらい前頃からようやくまた蘇ってきた楽器です。でこれから演奏する曲は、このリコーダーが一番活躍していた頃の、1500年代、600年代のその当時の音楽を演奏いたします。2曲演奏しますのでお聴きください。1つはオールドスパニオレッタ、スペインのメロディーを使った曲、それからもう一つはヘンリー・パーセルという人が作曲したロンド、この2曲を続けて演奏いたします。
昔の音楽を楽しんでいただけましたでしょうか。続いて皆さんのよく知っている聞いたことがあるメロディーを演奏していきたいと思いますが、初めに演奏する曲はウェルナーの作った野バラ。皆さん、タラリリリララ、ご存知ですよね。これを、リコーダーの4重奏で演奏いたします。お聴きください。最後の曲になりますが、これはイングランドの民謡タラリリリリリ、グリーンスリープス、これをお聴きいただきたいと思います。